ズプレゼンツライフアスペルコレクション2004。いつものパターンですか？夏の中にいた。くっきりとした日差しの中、蒼天燃色の景色の中に君を見ていた。ライブパステルコレクション2004。パステルコレクション、パステルコレクション、パステルコレクション。いや、やっぱり。
1年365日、またですね、今日の日を夢見て過ごしてまいりました。昼間の時も言ったんですけど、僕はどうしてもなんかこの言葉が言いたいので皆さんにも返してほしいと思います。ただいまありがとう。ただいま今日はじゃあ飯からにしようかな。ありがとうございます、はい、でも本当に今日は本当僕のためだけにこんなたくさん集まってインターコミュニケーション10周年ということで、うん、まあ、お祝いのイベントなわけですよ。あ、安倍さんからはそう聞いてない。え、安倍さんからは今日は、中原さんも長いですよね、じゃあ今日はお祝いに時間を取りますから、日本青年館に来てくださいって言われたの。あら、安倍さんにだよ。ですか、僕は何て答えたらいいんですか。で、もう10周年なんだよね。そうなんですよ、10周年長いよね。長いですよ、10年ね、10年ね、でも10年で僕と森川君の2人だけっていうのは寂しい。そうですよね。まあ10年で 僕と中原さんの仲がどうなったか変わりませんけど、ね、より仲が良くなった。でも、まあ、愛を育んできたね。まあね、まあ勝手に想像してしまいました。でもね、なんか寂しいですよね。寂しいよね。まあ本当はまあ本当に2人だけだと思います。ということは、しんと静まり返ってあなたの幻想のひととき、ミッドナイトファンタジードリーム、ライブパステルコレクションマズ2004パステルコレクション。インターコミュニケーションズのホームページウェブパステルコレクションでポイントを貯めて、ポイントと引き換えに楽しんでいただく番組です。ケイさん、別にラジオの番組じゃなくて、いや、ライブですから。そうです、ライブ、はい、そうですか、はい、そうでしたね。あ、それじゃあ、まあ、改めまして、今日はこの3人と一緒に楽しんでくださいね。はい、久しぶりですよね。そうですね、まあ、いつ会ったかと言いますと、あれですね、前回のライブが最後。もうあれが最後ですかね。ですよ、懐かしいですね。まあ、1年前だというのに、もうなんかあの時の興奮がなんかね、昨日のようですよ。あれがまた大変だった。ちょっと見てください。何、ほら、あれ何、後ろ姿が見えたよ。いや、あれ今ね、映像を映ってたんですよ。去年の俺たちじゃなくて、なんか何も映ってませんでしたけど。いや、本当に後ろ姿が、いや、映ってるはずなんですよ。ファンなんで、ほらほらほら、ほら、あれ、すみません、ごめんなさい、今同じ人がね、ね、舞台上にいるから、ややこしいんですよ。これが本当の映像なのか、去年の映像なのか。視力が大丈夫ですよね。これメガネはどうとか合ってます？大丈夫です。この間改造手術をしました。あ、これ何本に見える？これ何本に見える？ピース。よく分かった。そうですよね、これは去年の映像ですよ。ちょっと待って、これはやばいですよ、僕同じ服を着てるから。似てる、まずいですよ、まずいですよ、まずい、違うんですよ。え、昨日は違ったんですよ、洋服は。昨日はうまいな。昨日はダメですよ、違ってもね。DVD がほら、今日発売だと知らないから、中身確かめられない。
こちらでご覧になったという方、はい、どれくらい？おっ、いらっしゃいますね。少ないですね。結構いらっしゃいます。2階の方も、2階の方もね、2階の方も見えます、はい、見えます、ここ見えます。ここで光をカットしてですね、はい、見えると。いや、でもあれですよね、まあ見比べてもらうとね、なんか違うと思いますよね。そうですよね。今日2004年を見て、はい、で家に帰って2003年を見る、じゃあそろそろDVD を持ってきてもらいましょうか、俺たち。そうです、そうです、ね、そうです。このスタッフの方、スタッフの方に、持ってきてもらいましょう。はいはい、はい、スタッフ、はい、スタッフ、パシリ使っちゃってごめんね。パシリですか？パシリです。いや、今回わざわざパシリのためにスーツを着たですか？そうです。シこれ何そんなトーンかっこいいね、かっこいいね、はい、ちょっとかっこいいと言ってるよ。ありがとう。運命です。運命、ね、はい、ね、ということで、ね、本日のスペシャルゲスト、山田信之さんです。髪ですか？髪短くなったな。そう、ああ、春ですからね。春だから、春毛に生え変わりました。暖かくなりましたから。そうなんだ。冬毛が抜けた。そうですね、冬毛が抜けて。よかったよかったよかった。今日寒いじゃないですか。うん、ちょっと風邪ひそうですよ。ああ、ほんと。ちょっとね、アクセルもね、今ね、もう家の古い。そうそう、アクセルと一緒なんだ。おい、参加できなかった。そう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 、話してもらいたいと思います。もうその部分今年は楽しませていただきます。大暴れして、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でもね、ヒロマンが放送しないとね、大丈夫ですね。ああ、それ一体誰のこと？今年もですね、このライブがですね、DVD になれば一番嬉しいことですね。いいですね、嬉しいですね。DVD にしましょう。あれですね。皆さんもこの楽しい思い出をずっと手元に置いておきたいですよね。その通りじゃない。超ツッコミだ。超ツッコミだ。まあということで、まあ、DVD になることを祈りつつ、ね、皆さんとね、はい、楽しいひとときを過ごしていきたいと思います。はい、これからの2時間、皆さん一緒に楽しい思い出を作りましょう。よろしくです。よろしく。Thank you.
しゃべってくださいね。いいんですか、しゃべっても。手短にね。昨年のライブに引き続き、もう読んでないから会場をナビケンワールドに添えてみせます。今日はみんなのハートをわしづかみだ。帰っても眠れないと思うよ。2時間ですね、はい、我々と一緒に楽しい思い出をたくさん作っていきましょう。皆さんよろしくね。お願いします。皆さん、BL探偵社へようこそ。ドラマ CD およびその原作小説コミックについて皆さんの疑問を募集し、必ずその謎を解明する。ドラマ CD や原作小説、コミックからは読み切れない裏設定などに関する疑問を、原作者の先生やドラマ CD 制作スタッフなど叱るべき方々にリサーチし、ご報告する。
おじさん楽じゃないんだよ。あのね、聞いてください。タイムスリップしたんですよ。馬がね、タイムマシンなんだよ。しかも光源氏がね、詳しいことは本日発売の PL。 PL じゃない、そしてここのアスカもその俺が必ず守る。台湾通り進んでんだけど、もうあんた誰よもないよ、結構仲良しだからいい。本当だよな。ああ、守るから守るから。うん、延長府の家がなくなったばかりだろ。これ以上そこにはなかった。ああそうだった、家もなくしてさ。あ、これも BL 探偵だね。その上倒すだろう、なんだろう、ここを守るとかなんとか言ってたけど、言ってたけど、一体何のことですか。おう、一体何のことよ。おい、一体何、おう、おう、何のことよ。おう、おう、その声はちゃって今誰かいたの。 あいつどっかで見たことあるな。見たことある、うん、そんな気がする。それよりお前が何してきたの。え、いやいや、お前が呼び出したんだろう。エンドオブワールドもラブ&サンダーもいないから飲みに行くの付き合ってくれって。そうだ。でもね、それどころじゃないんだよね。あいつの他にもう一人いたの。もう一人小さくて、うん、可愛くてちょーっと茶色が入っててさ、お前の脱色から染めてんのかな、よくわからない。そいつがなんと、うん、このアジトを手に入れるっていう、あいつが守るっていう。なんだって、どんなやつだったの。あのね、うん、一つだけ分かってることは、うん、謎謎言ってたよ。本当か。カルトクイズじゃなくて、いや、謎謎だったよ。謎謎だったよ。ああ、よし、よし、トゥルーラバーだ。本来なら、俺とお前が敵同士だ。一時休戦して、できなくなるな。ライバルだ。え、私が。そう、そうだろ。そうだよ。ライバルだと思ってくれてるわけですね。ああ、俺だって。お前はライバルだ。おい。だったら、今後気安く飲みに俺を誘うなよ。わかったわかった。いいから。え、行くよ。え、飲みに。あ、飲みに行くの。うん。はい。だ誘うか、お前じゃない。あれ、まあ、そうだけど。行くか、いいから行く。うん、これ近場にある。近場にある。いい、そう、焼酎ある。ある。おー、なんだあの蛇皮のシャツ着たあの兄ちゃん。私の婚姻記を交わすと一体何者なんだ。あなたですか。え、世間を騒がせているの。いや、こんな誰だ。知らないんですけど誰だ。どこだ。なんだって。あ、失礼しました。皆さん、改めまして、私の清らかな心のようなこの真っ白い塩ビ服
服を全てを焼き尽くす情熱の赤い花、あなたも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 、そして皆さんも、全ての皆さんの希望の光、ノーブルロー中原です。長いな。2分50秒お待たせしました。あなたですね。いやらしい考えを持っているのは。いやらしいだろ。そんなお下品な方はこのノーブルローズ中原がひねり潰してみせましょう。分かった、誰でもいい。こうなったらな、ちょっとむしゃくしゃしてたんで、くらえ、行くぞ。必殺奥義獲得級。何？問題。兄上。え？危ない。
けそれだけさ。あなたは大丈夫ですか。はい兄上。あれ君は。はい。どうしてシャドウグラブと戦うんですか。俺はただまたいつか会おう。かっこいいやろ。かっこいいっていうか、なんかさ、かっこいいやろと定めなくても完全に負けない。とにかくあいつは何者なの。あいつの名前はビューティフルミラージュミキ。先頼んでるよ。大体何で改ざんのために行くんだよ。敵でしょ敵。
足を伸びる青年とかいる？伸びたいだけじゃないですか。なんだと？いやそれじゃあ楽しく3人で行きましょうよ。行きましょう。そうだな。男同士。ごぜい。よし。行こう。行きましょう。じゃあね。みんな後でお電話。かわいい。なんだよあいつら、しょうがないな本当に。自分たちの愛知とか狙われてるっていうのに。しかしシャドウブラ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 が乗っ取ってどうするつもりなんだろう。それにあのビューティフルミラージュって一体。会場の皆さん、俺が必ずこの謎を解いてみせる。帝王の名にかけて。ありがとう。今回は僕らしか俺の出番はない。ゆっくりやりたい。ゆっくりやる。おっ、ゴンザレス。ほら、これからトゥルーラブハンターとほらエンドオブワールドと一緒に飲みに行くんだけど、お前も一緒に飲んだ。なんでこれだけ待って、出番はこれだけかって、しょうがないなら、メンバー見ろよ、もうひどいんだ。いや、すごいんだ。兄弟不明のお前が出る幕じゃないよ。お前ね、大体ね、いつも旅行だなって、ね、いつもいないんだから、こんな。なんとに、なんでステージの真ん中にガム手が置いたんだ。どうぞセリフを言わせてください。
に先を越されないように頑張って探さなきゃ。しかし、うん、タイムスリップ以降調子が悪い。貴様か、それとも、うん、馬に乗った乗り物よいか、うん、詳しいことは本日、うん、この会場で発売中の、うん、BL 探偵団に収録されているから宣伝か、聞いてみてください。ところでね、ケンユさん、おおおおおおおあのね、はいはい、ここで気づくのよ、本当は。これはこれはエンドオブワールドさん。いつお戻りになられましたか。いつでもいい。あ、痛い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 、頭が痛い、飲みすぎた。そんなことより、お前探偵ごっこを始めたんだってな。いや、さすがお耳が早い、はい、おかげさまで評判も上々。なるほど、我々の人気もうなぎ登りです。なにうなぎ登りでかしたぞ。もうね、人気さえ出ればそれでいいの。そうじゃないでしょ。いつからここはお前のものになんだなったんだっつうの。ハムナッチュ、そうだ、うん、そういえば変な奴がこのアジトを乗っ取るって誰が来ようが関係ない。私は無敵だ、うん、せーの、ラブサンダー、くらー、拍手。
くそ、降参したね。降参だ。小谷ぐらいなら降参するよ。降参した以上私の傘下に下ってもらおうか。従っていればナブサンダーに会うチャンスが増えるぞ。マジ。ナブサンダーがいないのが残念だが、これから3人でビエル探偵団を潰しに行くぞ。了解。失礼いたしました。皆さん、改めまして、私の清らかな心のようなこの真っ白い鉛筆と全てを焼き尽くすような情熱の赤いバラ、あなたの悔しいけど面白い。どうして
話し合いで解決できないんですか。暴力なんて下品すぎる。それだけエンドオブワールドを愛してしまう。それは俺とて同じ。俺をものにやれ。とても忌まいましいな、あれ忌まいましいでした。あいつは言ったけどな、今頃ラブサンダー様とな、いいことになってたんだよ。どうしたんですよ。えエンドオブワールドなんか変ですよ。まさかブレイブハートブレイブハートどうか幸せに暮らせよ。
着は一件落着ということになるのかな。ああそうですね、まあ、つーか早くラブサンタ様に会いたいって感じ。あちょっと言ってみます、はいはい、今日ラブサンタの出番なし。そんないや、国籍、性別で恋愛の縛りをできない。これからもあの3人を応援していこうと思ったら、思わず吐けちゃった。幸せ、あーっと様、失礼な人です。泣きたいよ、あんたは泣きたいよ。Oh,
イカれなくて俺は悲しい。心情についてやってみました。堀内健一は僕の分まで心を込めて努力をかけます。健一、ごめんね。俺は偉いと。こんなに素晴らしいお客様のために心を込めて努力をかけてくれ。頼むよ健一、君に託したよ。それじゃあ皆さん、これ以上ここでいるともう涙もこれを切れず。今日は仕事終了です。今だったら間に合いますよ。じゃあ皆さん、今
しかし、ただすごいメンバーだったんですよね。すごいですよ、このメンバーはね、まあ、ある意味怖いメンバーでもあります。怖いよね、でもまたパッと一堂に会するのはこれ初めてですか。バラバラっとめくらくのはどうですかね。そうですね、まあ、ジロトさんは、ね、夜の部からということなんですけれども、はい、まあ、皆さん昼の部参加してっていうか、まあ、言える探偵団もやりましたけれども、まあ、今回夜の部の言える探偵団はまたよりパワーアップして、はい、みんな好き放題やってましたね、はい、特にそうです、特に5番踊りとか中心で5番踊りですか。いや、僕もそうですよね、はい、とにかく去年の成田県すごかったじゃないですか、はい、後ろの動画が登場してですね、はい、5分以上ここに上がってきませんでした。ただね、ただ最後のほうがもう一回でもね、はい、私はここで休んでます、はいはい、成田がまたどっかで切りかかってくるんじゃないか、失敗でしょうがなかった。今日はね、ナイフをね、取り上げられちゃう。ナイフ、掃除をナイフ取り上げられちゃう。持ってきたの、持ってきたの。いや、持ってきませんよ。無理だな、服の外殺せずね。自分のものと勘違いしてますね。だから今日のお客さん全部自分のファンだよ。そうだ、ね、今すごく首を振っていた人がいる。ミキー神話大国って去年は超えたけど、あ、そう、超えた、はい、そうでございます、はい、そうだね、はい、出られなかったですね。去年は出られなかったんですけども、まあビデオの方でちょろっと出させていただいて、やっとマントがね、透けられましたけどどうですか、マントのね、付け心地っていうのは。マントの材質はいいんですけど、ここの紐がちょっとね、うん、ちょっと弱いよね。マントしてね。あ、そうですね。ちょっと改善しておきます。ね、次回までには一つ次回までには。檜山なんて、この間は髪の毛だから参考だからね。先生。威嚇の参加じゃないんですけど、檜山さんね、俺の機嫌だったからね。いや、ありがとうございます。そう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 。ヒゲがなくなったと、はい、暑いんだよね、あのヒゲがね。そうそう、で暑いでね、ヒゲも暴走しちゃって、うん、SE 何か物音がしてからヒゲがどうだ今日の音って言わなきゃいけない、ね、ちょうどこの辺だったから、まだ SE が鳴ってないのに何の今の音あと何も鳴ってないぞ。もう暴走としてたんです。あ、去年そのシーンを見たという皆さんいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますよね。なんで夜の部しか出ない牛丼とか仕切ってるんだ。昨日電車乗りながら僕考えたんですよ、うん、全部打ち砕かれた、打ち砕かれました、全てから、はい、でも台本から見てたらさ、翔太郎がラブサンダーってことだよね。はい、はい、そうですよ。ラブサンダーのことを翔太郎が好きだって書いたの。言ってくれたの。言いました、言いました、言いました。やっと。ジュロカさん、言ってろよ。ジュロカ、もうね、一回出ない回があるとね、もうね、話は膨らみます。ちょっとね、お伺いしといた方がいいかもしれない。それが一番怖い。これをまとめられるのは、しげる君しかいませんよ。そうですね。ですか、はい、じゃあ温泉の話でも。僕は今、客席に見て聞いてること思ったんですけどね。何言ってるんですか。やっぱり湘南の海は最高ですね。小杉さん、はい、もう熱くてゴールすごい汗ですね。本当だ、セミナーさんで行こうよ。昨日のお酒、ここはね、
もしてるし、今も汗が目に入っちゃってね。どうやって目がパッチリしてるから、ね。朝
本気で金を返したいなんて言うんじゃない。小遣い稼ぎだってお前が言ってたんだからな。俺に会いたかった。忘れられないのは体のこと。可愛い声で狙ってみろ、マキオ。俺の脳にさっきから当たってる、これはな。もしかして携帯だったのか。確かめて。先生が君の退学を取り消してくれるそうじゃないか。退学になってもいいのかい。あ、そう。君が嫌ならもういいよ。僕は行かせてもらう。生徒会から呼び出されているんだ。じゃあね。
精神を失うけれど責任を取ってもらえますか。シクリーグを連れて以前通っていた高校の図書館に移動した。静かで懐かしいその場所がトーマはお気に入りで、人間として高校生活を送っている時もよくここで過ごしていた。夜も更けた時刻、怖いほど静まり返ったその場所でトーマは本に目を通す。ここ好きだな。まだ。これなんか思いますよ。ニヤニヤと笑うトーマから手渡されたものは、可愛らしいウサギのイラストが描かれた本だった。それが子供向きの本だと認識するまでに少し時間がかかる。しかし分かった途端、頭に血が昇った。トーマは満足に本片手に椅子に座り、いかにも偉そうな態度で踏んじり返った。二人はそのまましばらく無言で本を読みふけった。読み始めてみれば渡された絵本は意外に面白い。シキュリールはいつの間にか夢中になっていた。こっちに来い。本人も飽きたしな、暇になったの。お前本当わがまま。絵本に国付けの仕切りだったが、それ以上余計なことを言わせないためにトーマの唇を唇で塞いだ。しんと静まり返った空間、二人の高まった呼吸音が甘く響いていた。私は眠らなかった。ならば私は何をしていた。なぜみんなはそれを隠そうとする。イシスはカイとは反応が違って面白かっただろう。怒らせたと言ったが、ならばそれはそれで誘ってきただろう。どうだった、イシスの味は私より良かったか。人嫌いで神経質なはずのカイが、実はとんでもない陰媒だったんだ。誰かに構わず誘いをかけて散々乱れたくせに、目が覚めたらまた高慢でお綺麗なふりをして、私はイシスでルナンだ。どうして笑わない。なんだ、イシスにほだされたのか。よほどいい思いをさせてもらったようだな。ロード、サンドラ、ドクター、そしてお前、イシスを見た全ての人間を私の手にかわしてやりたい。三四郎、私と死んでくれないか。我ながらなんて勝手なんだ。違う違うと言いながら結局同じだな。カイも
三四郎、お前の痛みで死にたい。洗濯物を干しっぱなしにして、もう取り込むの忘れたから戻ってるとかですね、あと夕飯の支度しなくちゃいけないとか、そういうことじゃないんです。仕事で行けないんですね。もう本当に夜の公演から参加した皆さん、本当にごめんなさい。またインターのイベントはずっと続くと思いますので、その時に宮田光輝が参加した時にはその時にお会いしましょう。はい。そしてインターといえばなんとタン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 10周年ですね。全部で130作品、まあドラマ CD が出ているということなんですけれども、もうすごいですね。10年一昔と言いますし、またこれから130と言わず150、200、300と宮田光輝、またいろんな作品、そしてイベントにも参加していけたらなと思います。はい、今日お越しの皆様本当にごめんなさい。もう行きたかったんですけれどもね、この後ケンユウさん のジョークショー100連発とかですね、ミキさんの手品とかまだまだ面白いネタが続くと思いますので、ぜひあなたも楽しんで帰ってください。以上、宮田光輝でした。日本は開国すべきなんだ。いざ開国したとき、国が乱れたんじゃ話にならない。今、国内を乱している余裕はない。開国に向けて、外国と対等でいくためには、俺と同じ言葉を口にする男、その姿が水に遮られるまで、俺は目が離せなかった。その男と俺は、数年後、江戸の中浜塾でまた再会することになる。秋月さん、団子食べたことないの？いや、あれだが、この団子は初めてだ。あら、本当にうまいな。どうした？人の顔を見てないでお前も食べろ。おを責め続けた俺をどうか許してほしい。
そうしなければ自分が壊れそうで、素直な気持ちを口に出すことができなかった。もっと早くこうするべきだったのに。長くお前を苦しめてしまった。今まで死を選ばなかったのは自分の弱さ。お前のためにならないと分かりながら、それでも断る勇気が俺にはなかった。クソが、すまん。少しでも、もう少しでも、お前と共にいたいと願った恋もあろう。分かってほしい。でも今はお前と一緒になれた時間がこうして短いまま終わってしまうことに後悔はない。こんな冬の時代でもお前と共に生きた時間は嘘ではないのだから。この匂い袋は秋月さんがいつも持ってた。中身はこの何の、これは時の線の抜け殻。あれは俺と秋月さんが初めて結ばれ、そして別れた夜だった。秋月さん、この山桜の木を見てごらん。どうした、何かいるのか。セミのさなぎだ。もう秋も終わるのに、もし帰ってもすぐに死んでしまうんだろうな。うん、俺たちもこんな時代でなかったらもっと一緒にいれたかもしれないな。そんな時代が来る。身分や反応、そんなものにとらわれずに会える日がきっと。それまでこのセミのように眠り続けていればいい。あのセミの抜け殻を大切に持っていたんだ。こんな時代でなければ。そうだね、そんな時代が来るまでこのセミみたいに眠り続けているよ。函館戦争の捜査も黒田良介などの尽力により、函館戦争において捕らえられた幕臣たちに恩赦が出されたのはこれよりわずか1年もいない。暑いよ、岩木さん。うるさい、余計暑くなるだろう。だって暑いんだもん。暑いの。あった、ここだ、ここがうつせみ寺だ。行くぞ、佐藤。え、ちょっと待ってよ。早く来い。あんま、いやいやいや、はい、ということで2
2時間にわたってお送りしてきましたインターコミュニケーションズ10周年記念イベントライブパステルコレクション、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。皆さんのおかげです。名残惜しいんですけれどもね、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあ、今日の感想を一言ずつ、皆さんから頂戴したいと思います。じゃあまずは健雄さんから。10周年ということですね。0歳の子供は10歳になるということです。わかりやすいですね。わかりやすいです。でもこれは簡単にはいかないことなんです。子供というものが10歳になるんだ。あ、これジョナタンの喋りにちょっと似てきたよね。やってこられるということは本当に大変である。一筋縄ではいかないし、心がないと続いていかないということです。それができたのは皆さん、ここにいる皆さんがいるおかげだということで、簡単に10年と言いますが、本当に10年とは大変と、こうやって僕たちがこうやって立っていられるのも、皆さんのね、そういう応援があって立っていられるということで、もうこれが10年、20年、30年、ね、40年、50年、60年、70年が長いですね。決して長い。気持ち的にはそういうで、マイナットに立っていたいという、はいはい、本当に皆さんどうもありがとうございました。本当に皆さん今日はありがとうございました。10年ですね。10年、やっぱり健雄さんも言ってましたけど、すごいです。10年続くというのは、それでやはり10年前と今と比べたら随分状況は多分変わっていたと思います。だから10年前っていうのはどのぐらいね、どんな状況だったって詳しくちょっと思い出すことはできないんですけど、この BL というものが、なんていうんですかね、BL という言葉がみんな普通に話して、こういう作品があってこれなんか面白いんだよっていうようなことも 話されるようになったのはやっぱり最近のことではないかと思うし、きっとこのインターさんの作品っていうものがこれだけ10年続いてきたからだということもあると思うんですね。それと皆さんがやはりこうやってずっといつも僕たちの作品を聴いてきて、聴いてくださるというのはすごく大きなことではないかと思います。そしてまたきっとインターさんのこの作るものが BL といえど普通の、ね、ストーリーには変わる、物語には変わらないわけで、それを先ほどの阿部さんであるとかインターの人もしっかり正直に作っているから、それに皆さんがまた感動したりして、こうやって買ってくれるのではないかと思っています。そしてまたこうやって僕たちがステージに立って、そういうことを優しく見守っていてくださって、非常に嬉しいです。でまた去年に引き続き、2回目、このステージに立てて、この後ケンヨさんも言ってましたけど、まだこういうことが続いていければいいなと思いますし、またその時には僕を含め周りのメンバーもまた一つ違った目を見せられれば、いいんではないかと思っています。本当に今日はありがとうございました。ひーちゃん、本当に今日はね、このライブに呼んでいただいて楽しかったです。去年ね、残念ながら、呼んでもらえなかったので、今年はそれでもないいろいろね、僕にも都合がありますから復活都合じゃん。本当に楽しかったです。でそうですね、10年振り返ったら、ケンユさんもシゲさんも、皆さんおっしゃってますように、これすごいことです。でそのすごいことの、一端をね、檜山の少しは関われ慣れたのかなと、貢献できてるならば、それはそれで嬉しいことですし、でこの次、20年、30年、その時も、またぜひ、檜山を呼ぼうか、もう呼ぶしかないだろうっていうぐらいに、またレコベッシーも貢献できればと思っております。今日はどうもありがとうございました。じゃあ、ミシン。あ、俺。はい。ぼーっとしてました、すいません。いえ、ちょっと聞いてましたけどね。10年長いです。10年、本当に長いですよ。もう、ほとんどの100歳の人がお墓に入るくらいな、もう、なんか長いですよ。もうね、こう振りのセミの後に何喋りにするんだよ。逆に。
に今小先輩方が述べられた通り作品作りですので、三木個人としては皆様がこう思わず手に取って聞いてみたくなるようなものに参加させていただけるようにやりたいと思いつつ、そのようにしていきたいと思います。もうみんな言われちゃったのでこれぐらいで、皆さんお帰りはぜひぜひ気をつけてお帰りください。家に帰るまでがイベントです。支持してくれるとなるともう本当にこれは文化にどんどんなりつつあるような気がして、そういう場所にいられることがとても僕的にも幸せです。一つ学んだことはステージで飲む酒は意外に回るという。回るよちょっとびっくりしてます今自分自身。でも本当に楽しかったです。また、僕もこの場に、参加できるように頑張りますので、皆さんもぜひこれからもインターフェースに継承できるように。大丈夫。みんな分かってるからね。それですよ。楽しんでください。どうもありがとうございました。じゃあ涙さんお願いします。どうも、今日は長いことありがとうございました。10周年ということでね、今のケンユさんの方から入居されたんですが、俺は60まで頑張るからお前もついてこいと言われまして、改めて頑張んなきゃいけないんだ。この先10年間、ケンユさんがね現役でやってくれる限りは、僕もねそれを励みに頑張れるんで、小関さんもそうですけども、いい先輩もと本当に幸せです。僕はね、本当に美味しい酒を、今日は飲めませんでしたから、これが終わった後じっくり飲みに行きたいと思います。皆さんも、ね、そうイベントが終わるまでか、帰るまでがね、イベントですので、はい、ね、頑張ってください。一言聞いて、はい、どうぞ。そんなに驚くほど年下じゃないですか。すっごい年いるみたいな。知らないもんね。まあまあそうだよ。そんなに変わるわけじゃないんだよ。分かってる？まあその話はいいよ。打ち上げて。ね、たっぷりやってください。はい。我々は見てますから。ね、隣のテーブルで。十郎さん、お願いします。いや、途中からでもね、参加できて本当に良かったです。それからね、もうそこで。自分のごめんなさいのビデオね、スタンバって見てたら、もうやっぱりこういうのはね、最初から参加しなきゃダメだね。もうやだ、俺ビデオでこんなことやってる。恥ずかしいよ。もうよくこんなもの出てきたな。もう払わないっていくつだと。途中からたくさん買ってきて本当に楽しかったです。まあ、10年っていうとね、みんなも言ってますけど、人それぞれ10年経ったらもう本当にいろんなことがありますからね。で、その中でやっぱり伊藤さんと、たくさんの作品と携わってこられたっていうのは本当に幸せなことだし、これからもね、やれる限り頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。モリモリです。本日は本当にね、寒い中、そして雨の中、たくさん皆さんが足を運んでいただいて本当にありがとうございました。我がインターコミュニケーションズは、もう受信社員の社員によってなんかね、本当に、たくさんのいい作品をもうねラインナップしておりまして、僕が言うのもなんなんですけども、本当に阿部さんって本当にこうもう役者側の人なんですよ。本当にそういう心意気とかが分かってくれてる人で、妥協もしないし、いいものはどんどん取り入れるし、すごいもう興味深い人なんです。なので、そういった阿部
部さんと一緒にねたくさんドラマ CD 作ってきてこれたのも非常に光栄だと思うし、こうやってイベントもできてるし、ラジオもね健さんもやってらっしゃいますし、なんかどん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 こう広がりを見せてます。でやっぱね我々はあの声優なんですよ。あの声で勝負しているところもありまして、朗読もやったりとか、して皆さんに感動させる、空間をもっともっと増やせればなと思いますので、これからも皆さんねぜひ、ボーイズラブを応援していただければと思います。今日本当にどうもありがとうございました。最後はですね孔明の生キャラクターゼリフ大連発でお別れしたいと思います。三四郎、安心しろ。どんなひどい怪我をしても僕がちゃんと治した。肉を切らせて骨を断つのは先方だろう。死に物狂いで隠してやる。約束してる。隠し通して騙してどんな汚い手段を使ったのお前からも逃げない。乾杯だ。お前は強いよ、ユセフ。この携帯電話の待ち受け画面は二人の記念なんだから、渡るがなくさないように一番安全な場所にしまっておくんで。カートを用意だって岩木恭介とのスキャンダルで売れたんだ。露出すんのに使えて使わなきゃ損だろ。動物や子供にまで嫉妬するなんて俺の心が狭いのかと思ったけど違う、絶対違う。絶対に原因があるんだ。カイって誰？それ僕の名前じゃない。僕はイシス。何度言ったら分かるの。僕は生きたい。死にたくなんてない。全く嫌になるね、この男は。こういうのを本当の悪党って言うんだよ。気をつけて。こいつはとんだからしかよ。なんで俺は文字を引き止めるような言葉を口走っているんだ。やめたいと言うなら放っておけばいいじゃないか。だからバイトでやった。手放せなかった。多分お前ほど面倒なガキはそうそういないからさ。逃げられないマギオ。俺と阿部ちゃんの馴れ初めが知りたいって。まあ隠したことの大層な本でもねえし、酒の魚にしてやるか。違うとは言わねえ。だけど同じくらい夢中にさせてとは思ってんだよ。もう止まれよ、みのり。誰がご主人様だ。それに俺はペットじゃない。俺がこんなに何回も言ってんのに思えないなんて。トーマ、お前頭悪い。だからさ、お前に浴場するって言ってんだ。やっぱり変だよな。なあトル、なんでだと思う？あ、今のもなし。忘れて。卑怯な男だな、三四郎。本当にお前はひどい男だ。そうやって子供の顔で笑って、大人の目つきで私の胸をえぐ。明日の朝は一緒に露天風呂に入ってよ。岩木さん、部屋付きのシャワーで済ませちゃうんだもん。ね、入ろうよ。おい加藤、ね、こんなに素敵な場所がまだ日本にはあったんだな。そして僕たちは来年も皆さんに会えることを祈っています。